ございます。全国自転車屋さん巡りということで、今回は千葉県の碓井駅から徒歩10分ぐらいのところにある滝サイクルさんにお邪魔させていただきたいと思います。それじゃあ早速店内潜入してみましょう。よいしょ。これ普通に欲しいな。フィッティングコーナーもありますね。かなり広々としてます。ウェアですね。上に行くとホイールがずらっと、ふーアソスエスファイア。キャド3です。すげえ古いやつ。まあ、2つです。そりゃそうかな。何バイクって言うんですか、あれ。マンティスって言うの。マンティス、はいはい。ギターバイク。ギターバイク。ここにアウターかまってちゃう。はいはい。ちょっとインナーとかもこうやって走っていくんですよ。はい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 、はい。そうするとちょうどギターの弦が走ってるみたいな。なるほどね。すげえ面白い。ダーカにしてます。面白いな。いいですね。自転車をガチャガチャしてるお兄さんの横にいるのがジャジャン。滝サイクルの中塚さんと申します。よろしくお願いします。じゃあ今日はちょっと滝サイクルについていろいろと。教えていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。ロードバイクデビューしたのっていつなんですか。はい、まあ、目覚めたといいますか、高校に入った時にですね、当時ですね、すごい流行ってたツーリングバイクで、その自転車を、まあ、手に入れたことが元だったんですけど、ちょうど一緒に遊んでた仲間たちがロードレース面白そうだねみたいなことが始まって、はい、結構入りは軽かったんですけど、うん、やりだしたらなかなか面白くて、選手とかなんかやられてたりしたんですか。当時登録する以外に競技に出る方法がなかったので、年に1回の大会のために一生懸命練習してた、はい、まあ、一生懸命だったかどうか微妙ですけど、いや一生懸命練習してたっていう状況ですね。ちなみに店長が次これ欲しいっすっていうバイクがある。もういつも言ってるんですけど、はい、大人の事情でいろいろなメーカーに乗ってますが、F10 ドグマディスクです。行きますね。それも、もちろんデュレスで、今回 DI2 非常にいいですからね。ああ、本当ですか。ディスクロードの DI2 素晴らしい出来になってますので、まあ、これはぜひとも自分の車としても乗ってみたいところですね。毎週日曜日に、はい、まあ、ロードレーサーの朝練習会っていう名前がついてるので、はいはいはい、ちょっと重たいですと思われる方もいらっしゃるんですが、うんうん、まあ、実はもう納品させ、初めてのロードバイクを納品させてもらいました。そのまま参加していただけるレベルから用意してるロードレーサーの朝練習会っていうのをもう30年以上やってまして、はい、すごい感じですよね、これもね、はい、これ全部で40はいない、50人ぐらいいらっしゃるんですね、はい、50人ぐらいいらっしゃると思いますね、まあ、よりこれから長い自転車ライフのためにもね、はい、ぜひとも参加していただきたい。ああ、いいですね。すバイクフィッティングは購入された方は無料でして、はい、しますよと。まあ、大体3年ぐらいは追っかけなきゃいけないんですね、最初のフィッティングっていうのは。まあ、それもそこまでは面倒見させてもらいます。でこれメンバーズカードもあるということですね、はい、で講習会、先ほどおっしゃってた講習会があって、点検も生涯無料ということで、はい、で品の交換時の工賃も無料ということなんですね、はい、結構手厚いサービスになると。カメラ回してない時にすごいいいこと喋ってグリスの話ですね。すいません。工場から送られてきた自転車っていうのは、まあ、メーカーさんの安全基準であったり、メーカーさんの考える内容としてはもう十分なのかもしれないんですが、僕たち長年整備をしていくと、はい、やはり皆さんのいろいろな使い方によっては、はい、結構厳しい状態になってきてしまう場合もあるので、うん、まあ、それを避けるためにも、まあ、一度ですね、
バラバラにしてしまうと、うん、はい、完成者であっても完成者であってもフレームだけにまず1回してしまって、うん、でグリスの詰め直し、あの一度ついてるグリスを一度拭き取ってしまう、まあ、自分たちがこのグリスなら問題ないでしょうというグリスに全部入れ替えさせてもらって一から組み立てる、まあ、それをやらせてもらうというのも長年やってるんで、はい、どうしてもご納品にね数間というお時間をいただくことになりますけど、うんうん、結果的にはお客さんはあの余計なメンテナンスとか、はい、もう最小限に済むはずなので、うん、まあ、私たちがその点検料いりませんよって言えることも一つは組み立ての段階でその部分を終わらせてしまってるっていう部分も含まれるかなとは思ってます。珍しいですね、本当に素晴らしいと思います、うん、これから試乗しますってなった時のちょっとこう注意事項といいますか、はい、まあ、うちはこういった感じでやらせてもらってますっていうのをちょっとあれば教えていただけますか、はいはい、まずですね、あのこちらにですね、はい、スライド用の誓約書を用意させてもらってます。こちらあのご記入いただいて、それから身分証明書を一時お預かりさせていただくような形を取らせていただいております。試乗しました、じゃあ私買いますってなった時の流れとかってもしよかったら教えてもらってもいいですか。はい、そうですね、はい、まず一番最初に車種決めていただきまして、その後なんですがバイクフィッティングというのをさせていただいております、はい、あのやはり自転車っていうのは自転車で自分の体を合わせて乗るんじゃなくて、うん、完全に自分そのもので、うん、自分の体のサイズで自転車選ばなきゃ意味がないよ、うん、ですから、まあ、そこをきちんとセットさせていただけたらなっていうふうに思っています。家がないんです。あ、そうなんですね。そっから先もう家がない。へえ、じゃあ本当別世界なんですね。もうドッカーンって田んぼなんで、へえ、ちょっと驚くぐらいの田んぼなんで。そうなんです。田んぼ田舎ですね。田んぼのサイズが半端ないという。じゃあちょっとそこに行ってみましょう。はい、ぜひとも。ちょっと行ってきます。外に並んでるやつが。そうですね。はい。まあいろいろなアイテムを。まあ、運転バイクであるとか、はい、クロスバイクであるとか、まあ、あとディスクロード、ディスクロード、はい、まあ、そういったハイブリッド的な商品ですね、はいはいはい、まあ、こういうものを皆さんに試乗していただいて、まあ、自分のスタイルに合った自転車っていうのを選んでいただけるチャンスになればいいなと思ってご用意させてもらってます。じゃあ今回はこの2台のバイクを使って、試乗したいと思います。そしたらじゃあこれで、今回の自転車さんメイクですね、今回は千葉県の滝サイクルさんにお邪魔させていただきました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。はい、温かい雰囲気で、迎えてくれるようなお店だと思います。もちろん技術面でもしっかりと、サポートしてくれる店なのかなと思います。あの店長今すごいちょっと緊張してるけどめちゃめちゃおしゃべりですカメラ向けない方がいいことしゃべるっていう店長なんですけども、はい、すごいおしゃべりな店長なので、はい、ぜひね、遊びに行って、いろいろ話してみても面白いと思います。はい、ということで、ね、キュンとさんでした。どうもありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございました。握手しましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっとチャラチャラした人がいますよ、あそこにそのナチュラルドレッドが全世界に広まっちゃいますよ全然うちゆるゆるになっちゃう